第1位中野選手が A グループ第2位太田選手 B グループ第6位ということで3選手ともにこのショートプログラムに進んでいます。これからご覧いただくのは大会5日目のショートプログラム、イギリスのジェナ・マコーケルです。15歳の選手。この選手は予選では B グループ10位という成績でした。ショートプログラム、ジュニアとシニア滑走時間は変わりません。2分40秒以内です。まずジャンプのコンビネーションでした。ジャンプの要素は3つありますね。そうですね、ジャンプの要素が3つ、1つはコンビネーションジャンプ、そして単独のステップからフットワークからのジャンプが一つ、そして、ジュニアの女子の場合はダブルアクセルなんですね、はい、でその他に3つのスピン、そしてスパイラルシークエンスと、もう一つのステップシークエンス、3つからなるんですけども、サーキュラーステップかサーペンタインか、それとも、ストレートステップシークエンスか、その3つのうちのどれかを選ぶんですが、その要素によって成功するかしないかによって点数が減点されていくわけですね、はい、ですからパーフェクトな演技をすれば、ファーストマークとセカンドマークがあまり違いはないとか、セカンドマークの方がやはり美しさとか演技力の問題で上がってくるとか、そういう形の採点の仕方をするんですが、ジュニアの場合はどうしてもシニアと違いまして、セカンドマーク云々っていう問題はちょっとシニアとはまた一つ別のこう感覚があるかもしれませんね、まだジュニアの選手は表現力がそれほど身についていないということになるということですか。そうですね、それとジュニアの選手は年齢層が若いですよね、はい、で小さい若い子は本当に子供で、また17歳ぐらいの子供たちと、子供たちというかお嬢さんはもう本当に大人っていう、はい、差が非常に、成り立ての人とジュニア、ベテランのジュニアとの年齢の差というのは本当に少ないんですけど、体つきとかそういうのは3年ぐらいの間に非常に女の子たちは変わっていく、ですからジュニアのジャッジの人たちは非常にいわば難しいなというふうに考えます。このイギリスの選手などは体つきはもう大人の体とだと思うんですけどもね、それに比べて日本の選手たちは多分子供たちだなという感覚を、ジャッジの人たちは受けると思うんですよね。この選手は15歳の選手です。イギリスはもう本当に今選手が少なくて、もうやはりジャンプスピンではなくて、ジャンプスピンは8回転なんですけども、コンビネーションスピンも片足ずつきちんと6回転ずつは最低回らなければいけないということなんですけれども、得点が出ました。ファーストマークはエレメンツの得点です。要求されたエレメンツをどうこなしたか、それに対する評価です。下が 4.2、 上は 4.6 です。いや、昨年からこのいつもですと1番ジャッジが例えばイギリスだとか、はい、2番ジャッジは日本だとか、出てましたよね、でそれがその全部 ISU になってしまったので、どの国の選手が、どういうふうに出しているかっていう面白さっていうのがちょっと欠けてきていると思うんですね、はい、で、オリンピックの場合はもうテレビ局がもう旗を、はい、国の旗をちゃんとつけて出してましたから、やはりそのフィギュアスケートというのはそういうジャッジのある意味での個性というのは必要かなというふうには私は思うんですけれども、オリンピックでもいろんな問題が出てきたということで、この後どう変わっていくかということもまた注目されているところでありますね。そうですね、しかしながらフィギュアスケートっていうのは審判も競技の一部だと私は思うんですよ、ですからその辺をよく理解してルールを改正していかないと、やはりフィギュアスケートがフィギュアスケートではなくなってきてしまうかなというので、はい、6月のコングレスは一つの山場ですね、はい、イタリアのカロリーナ・コステールです。15歳の選手。
この選手は予選では A グループ10位でした。この選手は逆回転の選手です。ジャッジ側から見ますとね、逆回転の選手って非常にこう回転の数をちょっと数えにくいというか、そういうこうやはり慣れてない部分があるので、ちょっと違和感はありますよね。で今のショートプログラムでもフリーでもジャッジ席のところにリプレイシステムがありますので、例えばランディングが、ちょっと悪かったとスリーを変えているか、回転不足であるか、それとも、着地ステッピングアウトだとか、そのどちらかなという時にポンとその単独のジャンプのところのボタンを押すとリプレイシステムでセームタイムなんですけどね、スローではないんですが出てくるんですね。ですから、確かめることもできるんですけれども、ただジャッジにしてみたらばその直感的なものの方が確実というか、やはり確かめてもほとんど同じですけど。なるほどね、はい。確認という意味ですね。そうですね、今のはコンビネーションスピンで、やはりシットとかレイバックとかキャメルとか、要するに変化をしなければいけないんですね、ポジションに。はい、ジュニアのプログラムでもシニアでもそうですけど、2分40秒ですから、はい、2分40秒以内でなければいけないので、そこのところが過ぎますと両採点からコンマ1ずつリダクションされてしまうんですね。10秒につき 0.1 ずつですから、皆さんきちっと、国から出てくるときに対処はしているので、そういうことは、めったにはないんですが、たまにありますね。そうですよね、はい。選手が動き出してから時計は計られます。やはりまだ15歳ということで、ランディングにしても、ジャンプにしてもスピンにしても、なんかやはりスケーティングにしても幼さがまだ残ってるなというふうには見えますね。しかし彼女は目立ったミスはありませんでした。そうですね。今女子の場合ですと、ショートプログラムでミスなく滑り終える選手増えてきましたよね。そうですね。オリンピックの時に12人ノーミスでしたよね。ですから今、ジュニアの場合は後ろに3つけないで3に出なければいけないんですけれども、シニアの場合は3-3でいけますから、そうはいえ3-3で来る選手はオリンピックの時は誰もいませんでした。そうでしたね。3-2で確実にパーフェクトに演技をしてくるという、本当に素晴らしいショートプログラムだったと思いますけれども、それに比べてジュニアはやはりまだ未完成の部分があるので、その時によってミスしたり成功したりというか、本当に練習を見ていても、試合で確実に来るかなというとそこはそうはいかないところは、やはりジュニア、結構激しいですね。エレメンツの得点 4.7 から5.0、上 5.0 が1つ出ました。そしてプレゼンテーション、こちらは5点台増えました。5点台が4つありました。イタリアの15歳カロリーナ・コステールでした。
さて代わってはディフェンディングチャンピオンを迎えます。ロシアの17歳の選手クリスティーナ・オブラソワです。予選では A グループ第11位、非常に出遅れました。そうですね、昨年のチャンピオンですからね、やはりどうしたのかなというふうにで思いましたけども、私実はこの大会はオリンピックが終わって、そして途中から入ったんですね、はい、ですからこのクオリファイラウンドはちょっと見られなかったんですけども、着いた途端にオブラソワが良くないのよという話をまず最初に言われましてね、そうしたらば、まあ体つきもちょっと締まってないかなという気はしたんですけども、やはりジャンプが確実に決まらないせいだとは思いますけれども、まずダブルアクセルから入りました。ルツからダブと飛びましたけど、確実に、まあ、綺麗にランディングはしてませんよね。リダクションにはならなくて、まあ、基礎点から引かれるぐらいですけれども、やはり昨年よりも どちらかというとやっぱり切れが悪いというふうに私には見えますね、ジュニアの場合は今の単独 のループなんですけど、ループでなければいけないわけなんですけども、ループダブルでもトリプルでもいいんですね、そのですからダブル飛ぶかトリプル飛ぶかでもう随分点数が変わってきてしまう、それが、まあ、ジュニアのいわばここのポイントっていうか、なんショートプログラムにおける、ただ昨年のようななんというかこのうまさがあるという感じはあまり受けませんでしたね。ただ滑ってるなという感じの方が多かったように思います。ただシニアの方ではシュルツカヤとかブチルツカヤとかボルシコワだとか、まあ、いろいろ、まあ、あと3人ぐらいいますけども、この選手も本来シニアでもうジュニアチャンピオンになってしまったらば、まあ、シニアで活躍するのかなと思ってたんですけれども、やはりもう一度ジュニアに出てきたと。そうですね、はい、ちょっと不思議だなと思うのと同時に、やっぱりロシアの層も厚そうで、ちょっと厚くないのかなという思いは試合終わった後に感じましたね。ディフェンディングチャンピオン、ロシアのクリスティーナ・オブラソワでした。この選手は昨年と今年両方のロシアスポーツさあ得点が出るようです。エレメンツの得点下が 4.4 からになります。上は 5.2 まで出ています。5点台が3人ですね。このオブラソワは第2グループでの滑走です。ですからやはり第2グループで滑走しますとジャッジはそんな高いマークは出せないですよね。ということですね、表現力はご覧のような得点になりました。オブラソワでした。選手の名前があります。最終グループの一つ前のグループです。ハンガリーの16歳、ビクトリア・パブックです。この選手予選では A グループ5位でした。
チしてるみたいな感じですね。はい、非常にあのスイタンからの入り方っていうのは非常にいいんですけれども、やはりあのそういう入り方で転んでしまうとショートプログラムっていうのはやはり減点、そうですね、もう完全に今コンマ4減点で、さっきのもしタッチがあれば、まあ、0.1 から、まあ、0.2 減点されてしまいますから、まあ、ミスするごとに減点が増えていきますからね。そうですね、減点法ですと減点がどんどん加算されていきますので、両足着地みたいな形ですから、ハンガリーの16歳、ビクトリア・パブックでした。この選手は昨年もこの世界ジュニアに出場しています。昨年は21位という成績でした。ライムードになってしまいました。そうですね、あそこであのミスしてないときは、ね、待ってても、そう、あの、なんていうんですか、出てくるの待ってるっていう感じでいいんですけど、ミスした時にあそこで座ってるのは結構どのぐらいの点が出るかなという、そうでしょうね、2点台の得点も出てますね。減点が多いと思いますよ、はい、下が 2.9、 上は4点台、 4.3 があります。そしてプレゼンテーションです。こちらは上がりました。すべてが4点台、4.0 から 4.9 まであります。しかし順位も結構バラバラになりましたね。そうですね、ですからあの引いてる、ま、チャージが9人立ちますから、はい、座りますから、あの右と左と見方が違う場合もあるんですよね、ですからその辺が横にずっと長くなりますからね、はい、あの角度によっては見えにくい、見えにくい、はい、ありますね。代わってはカナダの選手です。14歳、ローレン・ウィルソンです。カナダのジュニアのチャンピオンです。予選では A グループ第4位でした。今のルッツもちょっと着地がトゥフト気味ですけど、どうですかね。はい、この選手はどこで練習をしてます？フォレストシティですね。
もし日本に例えてみたらこのぐらいの選手だったら代表に絶対選ばれませんよね。ですから今の日本勢のジュニアの女子というのはやっぱりかなりハイレベルですね。そうですよね、はい、この大会3人の選手が出場できましたが選ぶのは大変でしたね。そうですね、本当に今年はあの男子が1人で女子が3人出場しているわけですけども、やはり男子3枠女子3枠は確保して世界ジュニアを終えたいなというのが強化方針ですか。なるほどね、はい、男子シングルでは見事な優勝でした。はい、カナダの14歳ローレン・ウィルソンでした。やはりこういうふうに見て日本の選手も学ぶべきところはたくさんあると思うんですよね、はい、例えばスピンとかやはり音楽の取り方だとかその上手その順位が上だとか下だとかっていうのを関係なくしてね、やはり体で音楽をこう取り込むというか、その体にリズムを持つというか、やはりそういう部分では外国の選手に学ぶところは多々あると思うんですね。なるほどね、その体に音楽を取り入れることでこうピシッと決まるところが決まってきますもんね。そうですね、どうしてもカナダでは、シンクロナイズスケーティングが非常に、はい、盛んですよね。盛んですのでもう何千と2000とか3000とかいうクラブがあるぐらいそうなんですか。もうたくさんあるそうなんですよ、ですからそちらの方にやっぱりこう取られてしまう部分があるので、少しやはり昔のそのシングルのスケーターたちの数っていうのが減ってきているのでなかなか1枠からシニアの場合も2枠3枠にはなかなか今ならないですよね。なるほどね。女子の場合は、ジェニファー・ロビンソンが1枠で出てますし、笑顔のキス&クライです。ダブルアクセルはイーグルから入っていました。得点が出ました。エレメンツの得点からです。下が 3.9 です。上は5点台、5.1 まで出ました。やはり待つジャンプですよね、彼女の場合、はい、ですからその評価をすると多分点が技術点は低くなってくると思うんですね、そしてプレゼンテーション表現力下が 4.4 です。上は 5.2 まで出ています。5点台が4つ出ています。カナダのローレン・ウィルソンでした。さあ日本選手です。日本の太田雪菜15歳です。今回初出場ですね。そうですね、グランプリファイナルにも出場してるんですけども、初めての世界ジュニア出場で、緊張しているとは思うんですけども、はい、非常に礼儀正しいいいお嬢さんですよ。あ、そうですか、はい、予選では B グループで第6位でした。ルッツ降りましたね、はい、非常にバレエが好きで、そういうポーズが
なるほどね、各所に見られると思うんですけども、ですからあの日本人の中でも手足を長く使えるスケーターのうちの一人ですよね、はい、京都で練習してるんですけども、はい、彼女は非常に学業とスケートをきちっと両立している選手、本当に数少ないうちの選手ですね。そうですか、はい、偉いですね。バックは綺麗ですね、はい、日本の15歳初出場、太田雪乃選手でした。先生ですけど、非常にいろんなものを取り入れて、外国に行って勉強して、自分の生徒さんにこう教えるとか、生徒さんを一緒に連れて行きながらとか、世界選手権も見に行ったりとか、非常に研究熱心な先生なので、やはりそういうことが、世界ジュニアにつながってきたと思うんですね。なるほどね、明るい先生ですね。そうですね、一緒にいて非常に楽しい先生ですよ。あ、そうですか、はい、気持ちのいい先生ですから。もうちょっと力強さがあれば、もう一つ多分採点というか点数が伸びると思うんですけども、今は確実にショートをやらなくちゃいけないという気持ちが本人にもあると思うので、その辺が一つの課題かなと思いますけども、他にはスパイラルにしても、それから他のスケーティングのフリーにしても非常にこう伸び伸びと滑ってますので、ここを生かしていくといいと思うんですね。今のやはり回転がちょっと足りませんよね、はい、ですからここでやはりコンマさんは、引く人でコンマさん引かれてしまう、ニカさんは引いてされてしまうので、その辺でちょっとセカンドマークよりもファーストマークが上がりきらないかなっていうふうには思いますけれども。なるほどね、はい、でもコスチュームなんかの趣味もいいし、非常に本当に、笑顔もチャーミングですね、で浜田先生って言うんですけどもね、もう終わると応援団に回って鈴とかいろんなものがあって、もう日本の選手たちを応援してくれるんですけども、じゃあ心強いですね。そうですね、初めての世界ジュニア、この中で学んでいくことたくさんあるでしょうね。そうですね、一つ一つなんていうんですか、こう修羅場をくぐってきて、やっぱり大舞台でこう動じないようになっていくと思うんですよ、そばについてる人たち、私も含めてですけど、同じですけれども、やはり選手とともに成長していく、そういうのがやはりこう台の上に押し上げていく力になっていくと思う。なるほどね、高野選手はグランプリジュニアの方の大会、ソフィアの大会では優勝しています。得点が出ました。エレメンツの得点、下が 4.3 です。5点台は2つあります。 5.0 と 5.1 です。
そしてプレゼンテーションです。こちらは上がりました。下 4.3 が1つありますが、他は全てが5点台。上 5.3 です。 5.3、 2つあります。笑顔で終わりました ね、 そうですね。本当に初陣で梅雨払いで私たち行ってきますとか言って出てったんですけど、ね、そうなんですか。日本人選手は3人出場しています、女子シングル。この選手はオーストラリアの選手です。16歳、ステファニー・ザン、中国生まれの選手です。そうですね、ジュニアもシニアもですから、オリンピックも出ますし、世界選手権も出ます。ですから、まあ、大変だと思うんですよ、はい、世界中を回って歩いているので、やはりその強さっていうのはいつか出てくるとは思いますけども。なるほどね、はい、とてもジャンプの高い選手ですから。そうですね、綺麗でジャンプが大きい。もう我々とはいつもおなじみの選手です。いつも我々チームで行くときに、必ず彼女はいますので、グランプリジュニアに行っても、まあ、シニアに時々は顔を出しますし、世界選手権、フォーコンチネント、そして、まあ、オリンピックと、まあ、男子ではアンソニー・リュウがいますので。そうですね、はい、同じく中国出身ですね、ロシアのビクターが見てたんですけれども、はい、あ、そうですか、はい、だからジャンプが多いなという感じですね。そう、まあ、持って生まれたというか、やはり中国の選手たちはジャンプが得意ですから、やはりそういう、こう資質っていうのはもう元々持ってるんだと思うんですけど、軸が綺麗ですね、でもとっても可愛い、気さくな選手ですよ。あ、そうですか、はい、ノーミスでした。点数出るでしょうか、オーストラリアの16歳、ステファニー・ザンでした。この世界ジュニアは3年連続3回目の出場です。初めての出場の2000年の大会では25位、昨年は12位という成績でした。少しずつ上げてきてますね。そうですね、単独のループですけども、はい、ステップから直ちに、まあ、ループは難しいんですけども、すぐに飛ぶというのは。ですから、ちょっと長く待ってますと、ジャッジはやっぱりコンマ1とかコンマ2とか限定にしてきますよね、ですから先ほどみたいに3ターンから直ちに飛んで、もし飛べればやっぱりクオリティ的には高くなります、
ッシェル・クワンもそれから中国のダンスの人もなんですけど、まあ、ミシェル・クワンが常につけてると思うんですけど、あの赤い糸で金のお守りを、そうですね、竜なんですよね、はい、必ずね中国の人はつけてますよね、クワンはもう必ずつけて、そうですね、ラッキーチャームなんですね、はい、得点が出ました。エレメンツの得点 4.9 の一つありますが、他は5点台、上は 5.3、 5.3 が3つあります。そしてプレゼンテーションです。4点台が1つだけ 4.9、 他は 5点台、 5.4 まで出てますね。ここまでのトップに立ちましたオーストラリアのステファニー・ザンでした。ここまでの結果をご覧いただきましょう。最終グループの緊張がやはり続くので辛いですか？その辺は、いや、でもやはり嬉しいでしょうね。嬉しい悲鳴。嬉しい。はい、やはり。最初の滑走はアメリカの選手になります。13歳です。ビトリサ・リアン。アメリカの選手というのは本当にスピンが上手ですよね。予選では A グループ第3位でした。チルスカヤと、そうですね、です、全然違うタイプですね。いや、あの名前から言うとどこの手なんですかね。どちらかというとアジア系の感じ、ね、そうですよね、生まれはロサンゼルスになってますね。今年初出場ですよね。そうですね、全米選手権ではシニアの方に出場して9位という成績でした。あの全米はジュニア、ノービス、ジュニア、シニアと一緒に大会をやるんですよ、はい、ですからあのどちらかを選ばなければならないんですね、今ループステッピングアウトしましたが、ここでコンマ3限定されてしまうので、はい、もったいないですね、今のあのシットフライングシットもやはりあのもうちょっとジャンプをしないといけないと思いますね、はい、アメリカの13歳の選手ビトリサ・リアンでした。ですからあの日本のこう選考の仕方とまた一つアメリカは違うんですけども、はい、私はあのそのアメリカはもちろんあの、まあ、ショービジネスの世界でスケーターたちも大変多い、クラブも多いですから、まあ、それでその生き方でまあよそ様のこと言う気はないんですけども、あの日本はやはりノービスから選抜されて優秀であればジュニアに上がっていき、またジュニアで優秀であれば全日本にも出場できるといえば、例えば8歳であっても本当に能力があれば全日本まで出られる、そういうふうなやり方の方がこう上にいるシニアの選手たちを圧迫するというか、圧力をかけていくので、みんな頑張らなければいけないという気持ちになりますから、私は、うちの場合は
その方がいいかなと日本の場合は思ってるんですけども、やはりそれが今回ジュニアでもいい成績、まあオリンピックでもなんとかまあまあいい成績だったというところにつながってきたのかなというふうには考えますけども、コーチにはティファニー・チーン、ティファニーですね、はい、ついてます、はい、85年と86年の世界選手権の銅メダリストです。本当びっくりしましたよ。ティファニーチンってもっとこうなんとなくふっくらしてたんですけども、はい、やはり女性らしくなって、まあ、結婚もなさったのかな、あ感じがやっぱり大人になってもうスケーター NHK 杯とかいろんな大会にも出てましたから、まあ、おなじみの選手といえば選手だったんですからね、非常に懐かしいなというふうに思いましたけどね、うん、今も先生ですもんね。そうですね。得点が出ました。エレメンツの得点です。下が 4.8、 上 5.0 です。大体揃った得点になりました。そしてプレゼンテーションです。上がりました。 5.2 から上 5.5 です。こちらも大体揃った評価となっています。やはりスケーティングの流れとかスパイラルだとか、そういうところの評価っていうのがこうセカンドマークに響いてると思うんですよね、さあ日本の中野ゆかり選手です。16歳、世界ジュニアは3年連続3回目の出場です。昨年は表彰台を逃しまして第4位でしたね。そうですね、本当に最後のフリーの時になるとちょっと硬くなるのがちょっと気になるんですけど、この曲とっても可愛い曲で、そうですね、はい、テレビ局の人たちもいい曲だと評価が高いんですよ。Perhaps Love という曲です。予選では A グループ第2位でした。
よくできました。はい、ノーミスでした。本当に山田コーチのお弟さんですから、伊藤みどりと一緒なんですけども、山田コーチはやはりこう合わせ方というか試合にも合わせる持ってき方っていうのは非常に上手なので、私が一緒にチームで行ってても、あまりこうやきもきしなくて済むっていうところはありますね。そうですか。長年の付き合いですから、目で言えば分かるというところもあるんですけども、この曲はとっても本当に評判がいいですね、向こうの。ただ彼女の前巻き足なもんですからね、ジャンプの時ですよね、ですからそれがジャッジの間で、その巻き足が問題になってきて、ちょっと点数を抑えられるというところが一つの問題点ではあるんですけども、日本スケート連盟の会長のこう TD テクニカルデリゲートで今回うちスケート連盟の会長来てるんですけども、もうみんな巻き足になれるでしょと。なるほど。もうそう言って笑ってましたけどね。彼女の個性だと。そうですね。みどりちゃんもですね、巻き足だったんです、昔は。でも体がだんだん大きくなって大人になるにつれて、だんだん治ってきたんですけど、そんなに心配することはないとは思うんですけどもね。山田コーチ映ってます、ね。そうですね。画面の左になります。ただオリンピック終わってすぐ出てきてるんですよ。そうですよね。で私は世界選手権の記者会見があったので、それを終わって入ったんですけども、山田コーチもそのまま、佐藤コーチも同じですけども、非常に先生もハードですね。もう生徒たくさんいますからね。エレメンツの得点すべて5点台、5.0 から上 5.5 まで出ました。そしてセカンドマーク 5.7。 そうですね。ですから真ん中の 5番、6番のジャージ3番つけているのやはり巻き足が気になるんじゃないですかね。なるほどね。しかしとてもいいショートプログラムの出来でした。日本の中野ゆかり選手でした。アメリカの選手です。15歳ローアン・ドノバンです。アメリカ結構応援団来てますね。チーム団が多いですからね。なるほど。男子も女子もそしてペアもダンスも、やはり層が厚いというか、底辺が多いですよね。なるほどね。スケートの国ですもんね。そうですね。トーループが入るか入らないかっていうのが大きいですよね。で、ジュニアの場合は後ろが2しかつけられないっていうのが、ジュニアの場合の方が3つけやすいですよね。体が細いですからね。なるほどね。飛べる人は本当に飛べますから、今のループの場合多分二手に分かれると思うんですよね。ほとんどの人は、リダクションするでしょうけども、今、ね、降りてから立ってもう片方の足またつきましたよね。本当にショートプログラムはミスが許されないカテゴリーなので、本当に精神的には非常にどの選手にとってもきついですよね。そうでしょうね。非常にプレッシャーかかりますよね。これもステッピングアウトですね。やっぱり今軸がちょっと曲がってしまって、
ミスしても曲は動いてるわけですから、自分はきちっとやっていかなきゃいけない、はい、次のこともちゃんと考えていかなきゃいけない、まあ、あの15歳ぐらいの選手がもうそれをやらなければいけないというのはやはり大変な、その気持ち的にはプレッシャーだと思うんですね。でまたもう一方、あのなんて言うんですか、外に出るのが好きで見せてあげるのが好きで、あまだプレッシャーを感じない、まあ、子どもたちがここに出てくるっていう。なるほどね、はい、伊藤みどりなんかはその例ですよね。やりたい、みんなに見せたい、見てもらいたい、はい、もうどちらかというと、あのこれから出てくる安藤美希もその部類だと思いますよ。あ、そうですか、はい、ただ世界ジュニアともなるとやはり別の意味のプレッシャーがだんだんこうひしひしとこう体に寄ってくると思うんですけど ね、まあ、その名前の重みといいますか、そういったこともあるんでしょう ね、この後ですよね。そうですね、これですから、これで、まあ、足はついてないですね、でも完全にランディングして流れてませんからね、こういう、こう名のある曲で滑ると名選手が、まあ、アイスダンスで滑った曲で滑りますと、はい、やはりそのイメージっていうのが常に残っているので、もう伝説になっているものですから ね、やっぱりどうしてもトービル・ディーンの、フリーっていうかスケートが目の前に出てきてしまいますよね、この音楽が鳴っただけで、はい、という方いらっしゃるでしょうね、まあ、でもそれに憧れてまたこの曲で滑りたいという選手もいるんでしょうね。そうですね、まあ、あの時 6.0 がずらっと並んだっていう、やっぱりその曲がかかるたびにそのシーンを思い浮かべますね、ラベルのボレロです。この選手がアメリカの国内のジュニアのチャンピオンになります。なかなか得点が出ません。あのアメリカの応援団はですね、はい、あのこうアメリカの国旗の星が入った、あのボールと、それから長いこう風船みたいのをパーッと出すんですよ、リンクサイドから、そうでしたね、あのちょうど星条旗がデザインされた、ね、あの丸いボールと、はい、それでうちの選手たちがあれは持っていくのに軽くていい、あの会長がいます、そうですね、久永勝一郎会長が映ってます。ちょっと問題がありましたか。そうですね、点数がきっと入ってないのか、あの押してないのかでしょう、ボタンを押し忘れることもあるので。なるほど、はい、そうするとコンピューターに入ってないとディスプレイできませんので、やっと出ました。エレメンツの得点です。下は 4.0 です。上が 4.9 までです。そしてプレゼンテーション、下は 4.5、 そして4点台 4.8 もあります。他は5点台。そうですね、 4.6、 4.5 って言ったらディダクションどうなってるんですかね、やはり2つの場所でディダクションしてますよね。はい、アメリカのローアン・ドノバンでした。カナダの選手です。ジョニー・ロシェ、16歳です。予選では B グループ第2位でした。昨年もこの大会に出場しています。昨年は8位という成績。今年はシニアの大会四大陸選手権に出場して9位でした。本当にあの女子の今年の傾向というのは静かなピアノ曲
まあ、ここ2年ぐらい、はい、まあ、今ルッツ、そうですね、コンビネーションが入りませんでしたね。多いですね。こういった静かな曲で滑るのは難しい、そうです、されてきたんですよね。難しいと思いますけど、それだけこう表現力が豊かでないと非常にこう難しいですよね。ただ聴いてる方は、私なんかはこういう曲っていうか静かな曲が好きなので、まあ、見ていて、その曲に合った振りをしてくれると非常にこう気持ちはいいですけども。なるほどね、はい。このラフマニノフの曲も結構選手使ってますね。そうですね、あのラフマニノフの曲はやはり選手は、ま、選手が好きなのかコーチが好きなのかちょっとそこのところわからないんですけど、はい、多いですよね、やはりこの上手下手、ジャンプが上手下手別としてこのスパイラルのポジションとかそういうのはもうアメリカの選手たちっていうか、アメリカっていうかアメリカ大陸の北米、ね、はい、北米ゾーンの選手たちっていうのは上手ですよね、ですからあの日本スケート連盟の強化部の、 あの有望新人発掘合宿というのが夏にあるんですけども、一つのそのエレメンツの要素としてスパイラルステップシックスを入れてるんですよ。あ、そうなんですか。もう絶対にもう大きな大会になったらここが勝負になる、それとダブルアクセルも必ず入る、あのシニアでもジュニアでも、ですからそれを要素の一つに入れてはいるんですけれども、まあそのうちにというか近々スパイラルの素晴らしい選手にも、あのテレビに出るようになると思いますけどね。そうですか、楽しみですね、はい、あのスパイラルで大きな拍手をもらえる選手いいですよね。そうですね、あのクワンのように、やはり、まあ、サーシャ公演のように、やはりそれが一つの強化の思いの一つですね。あ、そうですか、はい、じゃこれから待ってます、はい。カナダの16歳ジョアニー・ロシェでした。コンビネーションのミスっていうのは、あの得点を出すジャッジに してみたらば、はい、出しにくいですよ、うん、まずやはりルッツで入ってこないと点、高い点を出せませんかね。例えばあのジュニアの場合はループがダブルになった場合には、まあ、全体的な評価で多少それは救われる部分がありますけど、最初のコンビネーションのルッツでミスするとやはりあの点数をつけるのは非常に難しいですね。いや、ですから私も今シーズン終わってそろそろジャッジ活動にも戻ろうかなって。そうですか、監督業じゃなくて。なかなか、ただやはりメダルも金の色が取れるまではという気持ちもやはり残ってますかよね。はい、待ってます。このショートプログラムはジャンプ3つ、スピンが3つ、そしてステップが2つ、合わせて8つのエレメンツが要求されています。2年連続2回目の出場のジョアニー・ロシェ、昨年は1桁の成績8位でした。その上を狙ってきてるでしょうね。そうですね、あの2人選手が出てる場合は、確か28点持ち点があれば2人出られるんですよ、で3人出すためには、2人で出して13ポイント、はい、いないということで、もし2位までに入れば、まあ、1人出場で2位まで入れば3人出場できるんですよね、ですから
男子の場合は1人しか出なくて高橋大輔が優勝しましたよね、はい、ですから3枠もらいましたね。もらいましたけども3枠ありますか。あら、日本の選手なかなかジュニアの男子は難しいですね。そうですか。いや、やはりあの全部飛べないと難しいですからね。なるほどね。でも今年来年度の強化を非常に非常に早く強化をしていかないと、ジュニアの枠というのをずっと維持していくということですね。そうですね、また1枠に戻ってしまうのはもったいないですからね、やはり2枠を確保する、最低2枠を確保するためにはどうしたらいいかというのは、まあ、考えなければいけないと思います。アメリカの選手です。予選で B グループで1位になった16歳のアン・パトリス・マクドーノフです。昨年この大会で第2位になった選手です。もうシニアの方でも活躍している選手、四大陸選手権では5位でした。私があの彼女が出るときに私がいるときはね、彼女調子がいいんですよ。あら、そうなんですか。そうなんです。去年もね、ええ、それで中野ゆかりが逃しちゃったっていうんですけどね、はい、今のも危ない感じだけどおりますでしょ、はい、ルッツがやっぱりそういうなんていうんですかな、あの力強さというか、その降りるという執念というかね、ええ、そういうのが日本の選手にはやっぱり必要でしょうね。それとあのスケートにこう流れがある、ええ、それとやはりあのスピンが非常に上手ですよね、ええ、してないんでしょうね多分。ただ去年のプログラムってコスチュームも去年のと一緒ですよね、ええ、今年 の、 あのグランプリジュニアはですね、ええ、あのアメリカのテロがありましたでしょ、はい、ですから全くアメリカのチームは送ってないんです。あ、フェニックスのグランプリファイナル、あ、グランプリシリーズのフェニックス大会が中止になりまして、ええ、そしてアメリカのジュニアの選手は全く世界に送り出せなかったんです。ジュニアの、ね、はい、事件が9月でしたもんね、はい、ですからあのアンは確か NHK 杯にも来たと思うんですけど、そうですね、四大陸というかシニアの大会に、まあ、出場して、そして、まあ、その外に出ることをやはり経験させたんだと思うんですね。そして世界ジュニアと、まあ、世界ジュニアが本命だと思いますけどね。ただアメリカの選手というのはあのジャンプがすごく高いというわけじゃないですよね。そうですね。やはりあの、まあ、すぐに不明のように全体的な評価でどうなのかっていうか、そういう、まあ、スグリの場合は、まあ、ジャンプは、トイジャンプ系は高いですけども、やっぱりこういうあのアンの場合はそんなに高いジャンプではなくて、そうですね、キレがいいわけでもない、そんなにでもまとめ上げていくというか、そういう力というのがありますよね。今のもう完全に左にかしいてますからね、マークは上がるでしょうね。はい、まあ、ついてますよね。そうなんですね。
女もピアノ曲選びましたね。多いです、多いですよね。本当にあの世界選手権でもオリンピックでも多いですね。アメリカの16歳アン・パトリス・マクドーノフ、生まれは韓国です。しかしもう1歳の時にアメリカに移住しました。本当にあのニュージャージーなんかの練習場に行きますとですね、あのアジア系の人たちが非常に多いですよ、練習してる。あ、そうなんですか、はい。エレメンツの得点が出ました。 5.2 から上 5.4 です。 5.4 が多くなっています。そしてプレゼンテーション、下が 5.4、 上 5.7 まで出ました。ほとんどのジャッジが1位をつけました。やっぱりプレゼンテーション上がりますよね。そうですね、ライバルですね。そうですね、ですから日本の選手をそのまとめ上げてセカンドマークを上げるということが一つの課題ですね。はい、じゃあ日本の選手が最終滑走になります。14歳安藤美希選手です。日本のジュニアのチャンピオン、そしてジュニアグランプリのファイナルでも優勝しました。佐藤先生が映ってますけども、本当にオリンピック終わってすぐにこちらに来てるから先生も疲れてると思います。安藤選手、予選では A グループ第1位でした。素質的には 何十年に一度の選手でしょうね。はい、信じられない、もうジャンプの得意な選手がミシェル・クアンではないけれどもオリンピックの時みたいに、こういうことが起きるんですよね。もうこれでコンマ4減点されちゃいますからね。そうですね、はい、ショートプログラムは怖いですね、はい、怖いですね。初出場、日本の安藤美希、14歳でした。やはりの彼女にとってはクオリファイラウンド、そしてショートプログラム、まあ、あのこれからフリーがあるわけです。3つこうつなげてやらなければいけないっていうのは、あの非常にやっぱり体力的にはうまく使い切らないといけないというところがまだ学んでないということと、彼女の場合は今のルッツループ
か後ろはダブルでなければいけませんよね、ジュニアの場合は、でも彼女は後ろに3つけるのは平気で3つけられるわけですよ、3-3でも、ですからその2で止めるっていうのがよ、どちらかというと良いではない、なるほどね、逆に言えば、ですから締め方をゆっくりにするとか、そういう工夫をしながら2回転にしてるんですよ、なるほどね、はい、2回転で止めなければいけないってことなんですね、ですからダブルアクセルも、彼女トリプルアクセルも練習、まあ1日何回か、まあ、こちらに来たらは してませんけど、それもやっているので、ですから回転しすぎちゃうというところもあったり、やはりそういうこうなんていうんですか、ジュニアとシニアの違いがやはりこういう大きい大会でミス、なるほどね、ダブルアクセルでの転倒でした。そんなミスなんかしたことないぐらいですからね、彼女、そうでしょうね、時では最終滑走を引きましたけどね、今もうちょっと長く滑らなきゃいけないってあのなるほど、飛び上がる前にもうちょっと、滑ってから飛び上がれということでしょうけど、あの名古屋で練習をしていて、はい、時々横浜に行って佐藤先生に習うという形をとっているので、やはりその辺のコミュニケーションというのも一つあるかもしれませんし、やはりあのオリンピック、長いオリンピックに佐藤先生が行ってたので、その辺の具合もあるかもしれないし、やっぱりいろんなことが重なって、やっぱりショートプログラムのやっぱりミスにつながってしまうのかなとも思いますけどもね、ただフリーで十分挽回するだけの力持ってますから、それに予選も1位でしたしね、ですからそんなには、得点が出ました。エレメンツの得点下は 4.6 です。上は5点台 5.2 まで出ています。そしてプレゼンテーションです。4.9 が1つありますが、他は5点台です。上は 5.5 まで出ています。アメリカのアンに比べると、やはりもうちょっとプログラムを、あの手の込んだプログラムを作ってこないと、やはり世界ジュニアというと、やはりそこの辺の問題も一つ出てくると思うんですね、しかし日本人選手現在2位と4位そして7位に入ってますね。そうですね、あの非常にいい成績だとは思います、はい、お知らせの後はフリーの模様をお送りします。3分30秒の方が本当は辛い中ですよね、びっしりなんですよね、最初にご紹介するのはイギリスの選手になります。15歳ジェナ・マコーケルです。予選では B グループ10位、ショートプログラムでは12位でした。現在総合では13位の選手です。アクセルで、まあ、体を温めて、ルッツに行くという形だと思うんですけども、女子の場合は今本当にルッツが飛べないとある程度のところまで残れないというところもありますよね、ですから必ずショートプログラムは、まあ、ルッツで行く選手がほとんどですよね、でフリープログラムの場合はウェルバランスプログラムというのがありまして、あの3つのスピンで、スピンのうちの一つはジャンプスピン、そしてもう一つはコンビネーションスピン、そしてあとはジャンプは、まあ、どんなジャンプ飛んでもいいんですけど、一つはコンビネーション、まあ、スピンあじゃなくてコンビネーションジャンプかジャンプシークエンスを一つ入れなければいけないんですね、そしてあと、まあ
スパイラルシークエンスを含んだ要するにステップか、あるいはフリーグスケーティングムーブメントが入ったのか、それとあともう一つはあのサーキュラーか、そのサーペンタイかワンあのストレートラインステップシークエンスか、そのうちの一つを使わなければいけないんですけれども、まあ、そのウェルバランスプログラムが一つ欠けてもあの第一マーク、まあ、ファーストマークから、はい、まあ、リダクション 0.1 一つにつき一つの、まあ、エレメンツがないにつき 0.1 限定しなければいけないという規定があります。ただ例えば転んだことが優勝の妨げになるということはないということもルールに書いてあるんですね。ショートプログラムと違ってジャンプを失敗したからといって減点にそのままつながるということではないということなんですね。そうですね。ですけどもあまりにもあのやはり転びますと、はい、やはり全体的なプログラムのこう流れというものに欠けますので、セカンドマークが下がってくるということも当然考えられることですけど、しかしスポーツですから、転ぶことを恐れて自分の持っているこういわゆる難しい技をそこで見せないというのもスポーツとしてはやはり醍醐味がありませんので、やはり挑戦していくとこにフィギュアスケートの醍醐味もあるでしょうから、やはり難しいものに挑戦していくっていう形は私たちは望んでますよね。本当にこうやって見て贅沢だなと思うのは30、60のこの大きなリンクで一人で滑曲に合わせて滑るという競技は本当に他にはない、その贅沢なのスポーツであるものを大いにその観客もそれからジャッジの目もそしてまあ見てくださるそのテレビのファンの人たちにも、見せなければアピールしなければいけないなって、思いますよね。非常に大きな舞台ですよね。すごい大きな舞台だと思いますよ、本当に。やはり今このイギリスの選手みたいに体が大きいとミスをしたり転んだりしますと逆にこう大きいですよね。そうなんですね。ミスが大きく目立ってしまう、で飛べたらとても大きいからダイナミックで素晴らしく見えるんですけども、やはり大きいだけに逆に転んだ時のミスっていうのが大きいですね。そうですね。ここはフェンスにぶつかってしまいました。女子選手の場合はショートとフリーと全くコスチュームが変わって曲も変わると全く別人みたいに見えますよね。そうですね、どういった曲を選ぶのかコスチュームを選ぶのか楽しみでもあり大変なんでしょうね。そうですね。ですからちょうどシーズンが3月に終わりますので、4月は少し休養して4月の終わりから5月、6月にかけてプログラムを作り始めるんですけれども、それと、自分の足りない筋肉トレーニングとか筋力トレーニングとか、それからあとバレーとか、自分の足りないところを補いつつ新しいプログラムに挑戦していって、コスチュームも当然曲に合わせて作っていくんですけれども、ですから、冬のシーズンだけだと思っている方たちも多いかもしれませんけど、一年中フィギュアスケートは動いている。そうなんですね、はい、特に今年はオリンピックイヤーです だし、それに、長野でも世界選手権が
ありましたし、また6月にはあのコングレスといって総会がありますから、ですから本当に、まあ、いわゆるフルタイムのシーズンだったという形ですけども、ハンガリーの選手です。ビクトリア・パブク16歳。予選では A グループ第5位、ショートプログラムでは20位という成績、現在18位です。ショートの時は今の3回たところのトリプルループミスしましたよね、はい、もうフリーでも入れて今のは成功してますね。やはりあの女子の場合はルッツとフリップが入っているということが非常にあの高得点につながってきますよね、はい、ですから例えばあの、まあ、スグリ選手なんかの場合はあの統計のジャンプが得意ですから、まあ、エッジ系のジャンプが苦手なもんですから、あの逆に言えば得ですよね。なるほどね、はい、フリップもルッツも統ジャンプですもんね、はいはい。なんかちょっと本当にトゥフットになりそうだなというか、トゥフットというかちょっとタッチしそうだなというジャンプが多いですよね。多いですね、はい、ちょっとどうだったかしらというような、そうですね、あのそういう形のジャンプをしますとね、やはりあのジャッジの印象はあのちょっと悪いですよね。スピン、まあ、さっきここでやったビルマンスピンというのはビルマンが、まあ、始めたわけですけども、はい、まあ、世界ジュニアには確か出てたルシンダルーっていう、まあ、北米ゾーンではショーだとかプロ選手権とかには出てますけど、はい、彼女のスピンというのはやはり世界一だなというふうに思ってますので、日本の選手たちは、まあ、ルシンダルーの少しスピンを学んだら、だいぶ違ってくるんではないかなっていうふうに。そうですよね、ですから合宿にも呼んでみたいななんて思ってはいるんですけども、なかなか彼女もそのプロ活動がいろいろスケジュールがいっぱいで、なるほどね、なかなか日本までは来てもらえないので、彼女もスイスでした。そうですね、あのスイスの選手っていうのはみんなスピンが上手ですよね、でこの時でシャラックさんというんですけど動いてますけどね。あ、そうですか、はい、得点が出ました。テクニカルメリットの得点になります。ファーストマークです。技術的評価は下が 4.3、 上 5.2 まで出ました。目立ったミスはなかったんですよね。そうですから、あのタッチ気味だなというのを人たちに対しては 4.3 とかになってしまったり、なるほどね、要するにやっぱりクリーンなプログラムっていう形でない人たち、が多いじゃないですかね。それとプレゼンテーションが下がっている人の方が多いですよね、はい、です。予選は A グループ10位、ショートプログラムでは9位でした。現在総合で11位の選手です。
昨年に続いての世界ジュニアの出場、昨年は11位という成績でした。11位ですと1人なんですよね。10位になると2人出られますから大きいですね。ジャンプにね、はい、まあ、逆回りですから、あの練習中はあの他の人たちには迷惑をかけると思うんですけどもね、ぶつかるでしょうね。そうですね、非常に伸びやかに滑ってますよね。はい、今のあの非常に難しい入り方、はい、ですけども、まあ、今年のあのショートプログラムも本当は本田もイーグルから入るのをやめてで普通に入るやり方にした変えたんですが、はい、ミスをなくするために、ええ、ですから、まあ、フリープログラムではこのようにこういろいろ工夫してあの滑ってもある意味のキャパをが広いですから、ええ、ですからあのやっても本当に得点につながってくるとは思うんですけど、ね、ええ、ショートですとやはり厳しいですね。そうですね、逆にミスにつながってしまう、ね、ということがありますね。もうあれイタリアはトリノに向けて、はい、次のオリンピックですから、ですからこういう若い選手たちを少しずつ育てていって、やはり、まあ、トップのメダルにはまあ、届かないかもしれないけど、やはり6位以内っていう形で来たいでしょうね。そうでしょうね、はい、もちろん最終グループで滑らせたいでしょうね。イタリアの15歳カロリーナ・コステールでした。この選手は現在のイタリアのジュニアチャンピオンです。やはりあのジュニアの選手というのはあのジュニアらしい選手の方が気持ちがいいですよね、はい、やはりあのこう少女からこう大人になる感じの なんとかその純粋なところがまた、はい、とってもいいと思うんですけどね、まあ、あのコスチューム着てあの女の子たちは多少お化粧もしてますから、はい、こうリンクの上では、まあ、ある程度こう大人っぽく見えますけれども、もうリンクサイドに上がってしまったら本当にもう小さい子と一緒で、なんていうんですか、かわいいですね。そうですよね、はい、15歳、本当もう中学生って感じなんでしょうね。そうですね、
ですからトレーナーを着て、もうあのジュニアの選手たちは皆さんあの親御さんがついて来る方も多いですからね、はい、ですからもうやはりそういう姿を見るとまだ子供だなっていうふうに思いますね。まあ、そのまだ子供である部分なのに一人でこの大きな舞台に立たなければいけない、一人で3分半を過ごさなければいけない、大変ですよね。そうですね。ですからあのその時はやらなきゃいけないっていう気持ちの方が私も強いんで言いますけど、よくよく後で考えるとまだ15歳っていやちょっと重いこと言い過ぎたかなと思う時もありますよね。まあ、でも試合は試合として勝ってほしいという思いもありますし、そうですね。ですからもう一人でそのリンクの中に入ったらもう一人で処理しなければいけないわけですから、そのやっぱり辛さを何回かこう繰り返していくうちに やはり自分が強くなっていく、それを学んでくれないとやっぱりシニアの大会でも勝ち抜けない、はい、それをやっぱりジュニアで学んでほしいというふうには常には考えてますけどね。テクニカルメリット、ファーストマーク技術点が出ています。下が4点台、4.9 が2つありますが、他は5点台でした。上は 5.4 という得点です。そしてセカンドマーク表現力の方は下が 4.7 ですね。あのやはりあのジャンプの流れがいいのと、あの、まあ、ダブルアクセルが一つシングルになってしまいましたけど、ジャンプほとんど飛んでますよね、はい、ですからやはりそこの技術点というのを買われていると思うんですね、アメリカの選手を迎えます。ローアン・ドノバンです。15歳、この大会は初出場です。全米ジュニアのチャンピオン、予選では B グループ3位、ショートプログラムでは11位でした。現在総合で9位です。こらえましたね、はい、曲はチャイコフスキーのバレエ音楽、眠れる森の美女です。ループフリップと決まってきましたね、はい、トーループのコンビネーションですけど、ショートでミスしてますよね。そうですね。ですからその分やはり取り返すつもりで頑張ってるんですよね。そうでしょうね。ショートプログラム最終グループでの滑走だったんですが11位という成績でした。いやいや、あのショートは怖いですよね。そうですね、まあ、フリーは本当に自分の持っているあの
力をある程度出し切れることもできるんです。ショートは本当に8つのエレメントを1つずつこなしていかなければいけないので、特にジャンプの3つっていうのが大きいですよね。そうですね、アラビアンから入ってますから、そういう部分でも今もあの後ろの足に乗って、そしてまたスパあのキャメルスピンですから、非常にもうほぼパーフェクトですよね。そうですね、はい、素晴らしいですね。最初リッツをこらえたの良かったですね。そうですね、やはりこうなるとショートプログラムのミスが大きいというか響いてきますよ ね。ですからあのクオリファイラウンド3つやらなくちゃいけないので、クオリファイラウンドが、まあ、0.4 というか 40% を占めて、あ 20% ですか、 20% で、はい、ショートプログラムが 30% 0.6、はい、そしてフリープログラムが 50% で 1.0 ですから、やはり3つ揃わないとなかなか上位に食い込めないと。そうなんですね、はい、また予選での成績はそのまま滑走順にもつながりますからね。そうですね、ですから後ろでやはり滑っている方が得点はもらいやすいですよね、もらいやすいですね。それがあの採点競技の、まあ、ある意味ではそのネックというか、いい時には私たちには非常にいいんですけども、逆の場合にはネックですけど、いい場合にはラッキーという形で、そうですね、ですから今年 の、 まあ、それは3つつながってませんけど、あの長野ではなくてソルトレイクのオリンピックの温暖のショートプログラムは12人がノーミス、そうでしたね、ということはやはりワンミスするともう17番って言っても仕方がない。そうですね、で最初に滑ると点数は出ない、はい、本当になんかそういうところがあるので、やはり3つのカテゴリーがあったら3つとも本当にほぼパーフェクトにやらないと、やっぱり順位は取っていけませんね。そうですね、あのエビースコットフォールドの奥様なんですよね。あ、そうなんですか、あの日本の選手で小川勝選手って言いましたでしょ、はい、で小川君の先生、あ、そうなんですか、もちろんあの佐藤信夫先生にも習ってたんですけどもね、今回奥様がいらっしゃっていろいろ掛け持ちしてるから大変でしょうね。そうですね、ですから手分けしてやってるんだと思うんですけどね、ファーストマークが 4.7 から上 5.5、 セカンドマーク 4.8 から上 5.5 です。セカンドマーク 5.5 が2つありました。代わってディフェンディングチャンピオンです、ロシアの17歳クリスティーナ・オブラソワ。昨年のこの大会で優勝しましたが、今年は出遅れました。予選で A グループ11位、ショートプログラムでも7位という成績、現在まだ2桁の成績です。総合で10位というロシアのオブラソワです。17歳ですか、サーシャ公園と同い年ですよね。ああ、そうですか、そうですね、
ただ昨年優勝した時もですね、はい、そんなに例えばとっても面白いっていうかスケーティングだとかその心が響くようなスケートではなかったです。はい、淡々とジャンプを飛んでって、淡々とスピンをするというか、そういう感じで確実性で、まあ、チャンピオンになったという形ではあったと思うんですよ。今のもコンビネーションシングルシングル、やはりですから去年とそのジャンプが飛べる飛べないは別として、はい、生き方としては全く変わりはないですよね、はい、ですからこのグループで滑ると点数がもらえるかというとそんなにはもらえなくなってしまうんじゃないですかね。なるほどね、はい、フィギュアスケートというのはそのある意味の芸術性を求めるスポーツですから、やはりジャージにも観客にも滑ってる時に何か感動を与えるというか、はい、そのインパクトを与えてくれないとやはりフィギュアスケーターとしては物足りないなというふうに思いますよね、まあ、表現力の得点もありますしね。そうですね、ディフェンディングチャンピオン、ロシアの17歳クリスティーナ・オブラソワでした。オブラソワの順番と次の、ロシアの順番によっては枠が2枠になるか1枠になるかギリギリじゃないですか。あ、なるほどね、ロシア1枠ですね。ファイナルのパーティーがあるじゃないですか、はい、もうその時にもう彼女は要するにジュニアの部類ではない。そうですか。ですからやはりトレーニングとかも、多分ちょっとやっぱり選手としてのトレーニングに欠けてるのではないかなって、まあ、私生活は分かってませんけども、去年から見ての今年ですと、まあ、フェアルバーケットの様子を見ますとね、やはり選手であればもうちょっと選手であるべき姿でやらないと勝っては来ないですね。得点はファーストマーク 4.4 から 4.8、 そしてセカンドマークは5点台2つ出てます。